はい、ガイズ、どうも、ゆえジャーナルのゆえです。高弘です。これからね、ちょっとね、いい感じのマニラにいるんですけど、いい感じの雰囲気の通りがあったので、ちょっと撮りながら散歩してみたいと思います。何料理？鶏がいる。犬も吠えてるし。あ、どれ？あれで遊んでんだよ、ね、で。どこにあるの？あれ、バスケ。本当だ、バスケットゴールがある。じゃあ、ちっちゃい子がめっちゃ多い。渡辺、バスケしてこい。ハロー。やってたらね。はい。ハロー。はい。ダーメンジョン。やってたら入ってたな。めっちゃ子供がね、なんかビビられてるかも。逃げちゃった。コロナウイルスだと思われてなんか。あ、そう。No way. 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 Okay.ありえないだけどな。まさかみたいな。ワンプレイやって。ワンプレイ。渡辺行ってこい、取ってやるから。今ね、バスケをちょっとさ。ワンプレイ。え？レイパー。レイパー。オッパー。おい。オーバータイム。ワンマータイム。ワンマータイム。ワンマータイム。Kind of children. Last time. Okay. I'm naked. One more time. Yes. Three points. Three points. We got three points.3ポイントに挑戦するそうです。これか。ゴール決めてるか。わ、惜しい。さあ、スリーポイント入れられるか。ラストめっちゃいい人たち。ということでね、めっちゃいきなりバスケットボールをなんか無限にプレーさせられた。無限にワンモアってくるから。お前すぐやるかいね。めちゃめちゃなんかこう明るい子たちがいっぱいいました。あの、元気そうだった。元気そうだった。はい、こんな感じでね、なんか街的にはちょっとね、そんなに栄えてはないんですけど、めっちゃ元気な子がいっぱいいて、楽しそうだったっていうのが印象です。それではね、またこういう日常を撮ってきます。それでは、バイガイズ。